者がナブーに手を出してきた。市民や軍官との戦いを想定していたようだが、相手は我々だ。第一波は食い止めたが。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ナブー防御側ギャラクティックダサルと遊んでいきましょう。まあ、現在はまだファーストストーンが効いている時間帯なのかなということでね、敵も来ると思うので、いるかい？いた。いるね。うわあ、スナイパーもいた。飛行機もいる。この後ろ来てないの？敵をキャンセル。いるね。マジ？俺は手すりに阻まれて当たらないのに、相手は手すりの下から当ててくる、そういう世界線もあると思います。ないです、打てないです、やられてます。いるいるいる。撃つしかない。味方の増援が現れたぞ。そこはすげえ無茶なんじゃねえか。これ拾える？拾ってキャさん、ちょっと影までいい。影で撃った方がいいよね。いた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 、飛行機いたい。飛行機おかしいよ。飛行機の黒いるって。グリーバスもすぐ来たし。来たよ来たよ。敵もなかなかやで。あ、ちょっとガンシップ乗ろう。ガンシップ乗るのも悪くないんじゃないかと思うんですわ。自走車のシールドが揺られてるの。さすがに飛行機は痛いね。飛行機マジで痛い。痛すぎ、痛すぎ。飛行機さすがに飛行機強いね。空爆もしっかりしてきてるもんね。こっちもタンク結構出してるからレーダーに惑わされちゃうね。うまい。うまいね。帰ってったか。置いとくか。あつつつつ、あつつつつ、削りてえな。もうちょっと欲しいね、人員が。もう少し人員が欲しいね。まあ、でもまあまあ撃ててはいるんか。悪くはない気配だぞ。タンクはやられているが、タンク落ちたー、タンク落ちたー。セットした、近づくな。どこにいる？いていていて。見えてるんですか。何が見えてるんですか、俺んとこ。俺んとこ何が見えてたんすか。侵入路気づかれたか。ごめん、ここどこ。右は撃てんかったんか。いるな。グリーバス来てんな。
だいぶ削ってる、だいぶ削ってる。これこれが大切だからな、ヒーロー戦において。逃げるのではなく、きちんと削ること。当たってない、惜しい。グリーバスもやりたいんだが、マスターヨーダーやられとる。グリーバスがどれくらい減ってるかだな、それだけ確認したいな。強力な探検が来た、戦闘に参加する。まただいぶ戻されてんな。いいぞ、ここグリーバスいるぞ。真横にもいる。ダメージ与えてってる。悪かないです、悪かないです。さすがにリセットもかかりそうな投資になっちまったな。拾えない、一旦引こう。いいよ、ルーク倒されている。爆弾をセット。どこだ、味方が現れたようだ。後ろ来てんのか。惜しい、惜しい。どこでやられたそれ。いるんだって。だいぶ削ってます。だルーク、それは死にます。ルークを助けに行かないとルークがやられる。逃げてんだ、ボスクだと思うんだよな。大丈夫だ、俺花からボスクしか狙っていない。ルーク大丈夫か。ルークスカイウォーカーが、これなんか声聞こえるの。いるね。逃げると思うんだよさすがに。これで吹き飛ばす。この壁を刺し出せ。粘れ粘れ、削るんだ。いいぞ、撃て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 。なんか後ろにね。いいぞいいぞ。めっちゃ撃ててるぞ。ちょ、開いてない。いいよいいよ、だいぶ削れた。ここでしっかりと守ることができればチャンスはまだあるぞ。来てる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 、ガンガン攻めよう。
徐々にでもいいから削っていくこと大切。削りながら人数を減らしていくこと大切。なんかレイ死んでなかったか今。レイ！レイ、まずい。ひょっとすると相性が悪いかもしれない BB8 が。だいぶ侵入されたな。来てるぞ。いいよ、いっぱい置いといたよ。やらせるな、やらせんな。ほっおい、椅子の上だろ今の。椅子の上にいただろう俺。かつて教えてもらったソファーの上待機が俺の。そう、だいぶ攻められてるな。人間なんとかなると思うんだよね。重なるようにもう一枚あるよ、あるよ。あいてー、多分グリーバスと足並み揃ってないね。うん、そこで抑えてればいい。全然そこで抑えてれば全然いいよ。強いよこの足並みの揃わなさ ならばいけるはず。取り戻す、取り戻せ。いいよ、ケーブルスピン。いいよ。どこ、どっち押されてる。逆か。さすが相手も粘ってくるね。これ爆発物できちんと人数を抑えることが大切。ほう、何爆発された。ストロケット惜しい、あと1名だった。連中が中に入ってきた。玉座の間は封鎖したが、扉のオーバーライドを試めてくるだろう。マジか、バラージ遅かったか。バラージ遅かったか。増援到着まで敵の進行を食い止めろ。それかゾロイドを一体残らずスクラップにしてやれ。単純明快だな。玉座の間を守り全力を尽くせ。ここにおらず。オッケー。後ろから来てるか。来てねえな。オナキン。ゴリゴリ押してたアナキンが。あれあれのアナキンスカイウォーカーが。来たグリーバス将軍。多分彼が大ボス。とにかく人数を減らしていくことが大切。戻ってくるところにリモバク、はい、帰ってくるところにバラージ。ピン倒されてんの痛すぎない。また来たぞグリーバスがポイント稼ぎに。死なない死なない。
粘れる粘れる。いってるか。守れているか。ギリギリか。回り込もう。裏に待機してるやつおるな。連中に押し切られそうだ。押し切られるな。フィンはいないのか。グリーバスさえ落とせばなんとかなるぞ多分。グリーバスさえ落とせばなんとかなるぞ。出せない。あ、なぜ味方から出らんない。早くレイが倒された。ボス取りに行っちゃったか。救援に当たれ。ったかもな。で、当然角にいるだろう。あれを見越してバランスを打つ。押されてきている。ヒーローはいるよね。レイ欲しいな。あれの位置を見たいんだよな。グリーバスの位置を見たいんだよね。だいぶ片付けてる。まずい。落とせんかったそれ。そこはエリアがいい。いいよ。フィン。俺がフィン使いたかった。全然死なないんだけど。押し込め。フィンは？私のフィンは？さすがファストスポンだね。多分ね。マナーをセットした。使えん？使えないね。グリバスはそんなにエリアを取る動きじゃないから、キル取って自分が回復する動きだから。どこかしでプレッシャーをかければ終わる。どっかしてプレッシャーかければ終わる。どこにいますか。ダンスボールが現れた。各員気をつけろ。開かないね。ドロイデカがどれだけ継続きちんとしてるかだね。してないね。敵が逃げていくぞ。だキル数はすごいんじゃない。エリアはあんまり押してくる動きじゃないから、だからあんま噛み合ってないよね。噛み合わなかっただろうね。最後までグリーバス生きてるだろうけど。そうね、キルは取ってるんだけど味方と連携取れてる動きではないから。
ある程度プレッシャーかければ下がってくれるからさ。あれは意外とやりやすい相手なんですよね。下がってくれるの美味しいんでね。あれでむしろ、こっちのヒーロー止めたりとかして、来る相手だと、めんどくさいんですよ。こっちのヒーローとかピンポイントで、転ばしたりとかして、味方と連携取りながらヒーローの数削ってくるような動きも混ざってきてたとしたら、多分やられてただろうけど。多分、ある程度追って、その時間が途切れる瞬間があるから、それを見て味方は多分、制圧エリアを掃除するっていう感じの動きで、やってたっぽいからな。やっぱ作戦意識の高さが、こちらの動きの方があったね。まあ、同じくらいの力量だと、どうしてもやっぱ防御側の方が有利に、マップが作られてるから、やっぱもう一声、あれなんだろうね、変化球が欲しかったのかもしれない。勝ち切るならね。勝ち切るならもう一声変化球が欲しかっただろうね。というわけで、今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。